どうもつやです。世の中には急に流行するものってありますよね。マーケターとしてこうした流行を人為的に作り出せたら最高ですが、実際にやろうとするとうまくいかないわけです。よくお客さんの記憶に残すには同じ人に最低でも6回は同じ広告を見せろと言われますが、それをするには莫大な費用がかかります。ところが今日紹介する本には流行には法則があると言っています。この法則を知れば流行を作り出すきっかけを知ることができるかもしれません。内容は少し古いですが、 YouTube、iPad、Nintendo DS、なぜヒットは爆発的に起こるのか、その答えのヒントをくれるのが本書の考え方です。流行現象をウイルスによる感染とみなし、その仕組みを解き明かします。小さな金の箱をクーポンに印刷することで大成功を収めた広告戦略、販売不振だったハッシュパピーが一夜にしてヒットした事例など、現代ではインフルエンサーと言われる人たちの力をどのように活用していくのか、そうしたヒント満載の本書、急に売れ始めるには訳がある、ネットワーク理論が明らかにする口コミの法則、見ていきましょう。まずティッピングポイントを押さえましょう。翻訳では長いタイトルになっていますが、原書はティッピングポイントです。ティッピングポイントとは何か、あるアイデアや流行もしくは社会的行動が敷居を超えて一気に流れ出し、伸びのように広がる劇的瞬間のことと定義されています。このティッピングポイントの厄介なとこは、法則らしい法則がなくてジグザグに成長していくとこなんですね。直線的な成長ではないのでつかみにくいという特徴があります。要するに何々をすれば何々になるという法則性がないということです。後になってあれはティッピングポイントだったんだなって思うところの方が多いかもしれません。それでもある一つのブランド商品の人気が火をつくきっかけは何だったのかということを知ることで施策に落とし込むことができます。そして本書は爆発的な口コミを生み出すきっかけに共通点を見つけました。この共通点を揃えておくことで爆発する可能性あります。ティッピングポイント3原則として少数者の法則、粘りの要素、背景の力の3つが挙げられています。少数の法則は簡単に言うとインフルエンサーが起点となるので、インフルエンサーの種類に注意しましょうということです。粘りの法則というのはメッセージに強い印象がある、あるいは物議を醸す破壊的なメッセージが人の記憶に残りやすい、言い換えると人の記憶に残すためのメッセージが大事ですということです。背景の力というのはちょっとした環境の変化を与えることで人々は大きく行動を変えるというものです。詳しく見ていきましょう。まず少数者の原則、これはインフルエンサーには種類があるということです。コネクター、とにかく人を紹介するのが大好き、口コミの原動力です。名分、物知りですね。他人の問題を解決することが大好きです。情報源になります。セールスマン、これは強力な説得力を持ち相手をその気にさせるという3タイプです。コネクターは簡単に言うと幅広い人脈を持つ人、もしくはそういった人脈形成に優れた人物を指します。めちゃめちゃ顔が広いんですが浅い付き合いというか、要するに知り合いは多いって感じの人です。アメリカの実験では平均5人の知り合いを手紙で仲介したら大体誰か同士はつながっているという結果が出ました。世間は意外に狭いんですね。こうした弱いつながりはあまり当てにならないように思われがちですが、メリットとしては簡単につながれるし、幅広く人脈を築くことができます。そこから情報をゲットするということも簡単です。名分というのは幅広い知識を蓄え、さらにそれを人に教えたがる人物です。例えば新しいガジェットが出たらいち早く購入したり、初期不良とかを危機として人に教えたりする人ですね。とにかく新しいものをいち早く体験したい人と言った方がいいかもしれませんね。どうすれば良い買い物ができるか分かったら、それを他人に教えたがっている人たちです。そしてセールスマン、カリスマ的セールスマンには感情を伝染させる強い力があるわけで、この人たちは名分と違って説得力ある形で洗脳していくわけです。説得されて行動を起こすきっかけを作る存在と言い換えてもいいでしょう。会話の流れを支配し、これはいいよと言葉巧みに感情に揺さばりをかけ購入させてしまうという催眠術師のような人たちです。たまに言います、自分の判断で買ったと思いながら実はコントロールされてるみたいなことありますから気をつけましょう。この3タイプ、彼らが起点となり多くの人々に情報を広げていくわけです。粘りの要素、これはどういうことなのかというと、情報を記憶に残すための単純かつ決定的な工夫をするということです。粘りとは記憶に残るということです。ここでのポイントは限りあるリソースを集中投下するということと、繰り返しの効果と理解するまでの時間が存在するということです。そしてこれがうまくいくかどうかはメッセージに粘りがあるかどうかです。それは記憶に残るか、変化を生み出すほど誰かに行動を促すほど記憶に残りやすいかということです。
本書ではセサミストリートを事例に挙げていました。この番組は一点突破の洞察から成り立っていて、それはすなわち子どもの注意を引き続けることができれば教育になるという考え方でした。そこで注意を引き続けるためのいろんな実験をするんですね。例えばモニターで特定のビデオなどを見せて、子どもが気を引いているところ、気をそらしたところを逐次記録したり、指標追跡といって目線がどう映っているかを記録することで、目的の対象に注目が向いているかどうか確認することをしたりします。ここで分かったのは、小さな変化を起こすことで人の注意は引けるということです。それは見逃さない観察眼も必要ですね。少し工夫して情報を見せれば、相手の記憶に粘りつき行動を引き起こせるということです。背景の力とは、それが起こるときと場所の条件と状態に敏感に反応するものです。流行るかどうかは環境次第ってことですね。人の行動はその人の置かれた環境によって変わっていくという話もあります。例えばニューヨーク市が取り組んだ犯罪撲滅キャンペーン割れた窓理論ですが、これはまさに背景の力そのものです。1980年代のニューヨークで実際に起きた地下鉄殺人事件をきっかけにティッピングポイントを迎え、無法地帯に近いほどのニューヨークの犯罪発生率が 75% も低下した事例なんですが、何をしたのか。まず割れた窓理論なんですが、これは至る所で窓ガラスが割れている雰囲気だと何をしてもいいという考えを醸成するという理論ですね。なのでニューヨークの地下鉄で犯罪が起きるのは、落書きが放置されている結果、そうした雰囲気を作り上げているとして落書きを撲滅していきます。落書きされても毎日毎日上からペンキを塗っていくんですね。一見些細なことかもしれません。犯罪率を低下するには失業率の改善とか格差問題とか大きな問題がクローズアップされがちですが、本当の問題は些細なところにあったという実証でもあります。こうして地下鉄空間の環境を変化させることで、人々の落書きをするという行動を変え、その結果犯罪をするという行動心理を減らしていきました。この人の行動は環境次第というのは150の法則にも書かれています。これは150人以下であれば規範なしでも同じ目標を達成できます。この規模であれば、個々の人の忠誠心と直接的な対人関係を基本にして、秩序はおのずと維持され、行動も規則なしで統制できるというものですが、規模がこれ以上大きくなると不可能になるという理論です。入るかどうかというのは意外なほど些細なところに潜んでいます。実際にビジネスに展開しようとした時に、これらのポイントを意図的に操作して流行を作り出そうとすると非常な困難な気もします。後になってあれはああだったんだってわかるタイプかもしれません。ですが少人数の特殊の人たちに少し情報の見せ方を変えてアプローチすれば、予算が少なくても流行を作れる可能性はあります。知恵を絞って取り組んでいきましょう。